飛べたっけ？飛べるな。直接行った方が早い気もするけど、まあ行く途中になんかあるかもしれないし。詰まった。あ、グソクムシ。ああ、逃げるんだっけ？逃げるんだったらどうしよう。黒い眼差し、影縫いなんか抹殺しちゃうような一撃で。クイックボール。かな。ちょっと待ってよ。逃がさなくなる技、他に覚え見ました奥さん。ポケモンチェンジだけ考えてて回復させてませんよ。回復はここでしてもらえるからいいや。おっぱいください。逃がさなくする技を持った相手は逃げられなくなる。そんなのあったっけ？開始と同時に催眠術はありだな。クイックボールでいいか。クイックボールでいこう。行くぜ。邪魔だお前ら。そしていないね。逆から行った方がいいのかな。あれあれれ、おかしいな。いねえぞおい。画面変えたら復活したような。戦うまでは復活してくれるんじゃないの？いねえじゃねえかよ。いいや、とりあえずカップと戦おう。さて最後のカップ。とりあえずセーブだな。レポート。まあまず1ターン目はクイックボール、その後峰打ち、最後のカップカープレー。きた。水カプレヒレ。一発で終わると俺超楽でいいんだけどな。というわけで、まあまず1ターン目はミストメーカーキリ。まずはクイックボール。来い、一発一発。12。ああダメか。まあまあそうだろうな。自然の怒りはやめろって、これ結構食らうんだから。だいぶセーブしたから。とりあえず水っぽいよなこいつ。とりあえずリーフブレードで即死しないことを祈って一発。まず知ってたまあ予想通り、まあ水だよね。カプレー。まあ今のは知ってた。まあ、あまりにも予想通りすぎた。とりあえずなんでまずはクイックボールだ。ミストメーカーだと一体どんな技なんだ。クイックバーン。あら、ダメだ。まあ水だよな。アクアリング、アクアリングやめろってこれ。え、アクアリングって回復じゃねえか。どうしよう。とりあえずブレイブバード、ちょうどいいヒットポイント。来い。半分。濁流は草だからそんな食らわんだろう。濁流ってか波乗りなんか下がった。命中率はやめて。でアクアリングで、これちょうどブレイブバードでぴったりだぞって言った死ぬフラグだから峰打ちかな。やばいな峰打ち、これしんどいな。まずゲンガーで眠らせてもいいレベルかこれ。しんどいな、ほんとしんどいな。もう一回リセットするぐらいの気分でいこう。影縫いでちょうどいい。ハイドロポンプ。命中率こんだけ下げられるとかなりきつい。あ、そうか、今の水のダメージ 1.5 倍中だったか。止まれ。あ、いい感じ。これいいんじゃない。とりあえず死ぬまでは水と虫。ネットボール。ああ、自然の怒り。とりあえず多分次で10分死ぬから峰打ちして1にして死んでほしいな。ほらよっと、よし、いい感じで、さようなら。まあ普通にハイパーボール投げまくりますかね。まだタイマーボールは早いな。まあまあね、眠りか。明かりに来てんだろ。来てます。よし、じゃあ最後に峰打ちをしろ。ああ、もう命中率下げられてんのもうざいな。さあ、刻み技がなくなったぞ。どうしよう。とりあえずゲンガー出して催眠術半分いくまでに捕まえてほしいな。あ、悪夢あるじゃん。悪夢、悪夢がどれぐらいのダメージなのかっていうのはあるんだけど、半分超えたら悪夢使ってみるか。結構なダメージいくんだったらやばいからね。まあ少しの間ハイパーボール。寝てんだろう。起きんな、早えよ。うわー、呪われボディ。濁流は止めなくていいから。催眠術。うぜえこれ。悪夢行ってみる。くそ、なんだよこの回復量。悪夢どれぐらい。目覚ますの早くね。悪見始めたじゃねえよ。悪夢って起きたら治っちゃうの？ずっと悪夢？夢食い。目覚ますの早すぎねこれ、いくらなんでも。まだこいつ2ターン以上寝たこと一度もないんだけど。悪夢。よしよし寝たな。どれぐらいのダメージ？悪夢。恐ろしい。これ倒しちゃうんじゃない？ああいい。耐えれないっつ。ノルワレボディー。これきつすぎるな。とりあえずまあ電磁波放電なんかしたら殺しちゃうよね間違いなく。これラスターカムでも殺しちゃうんじゃないかなこいつ。フェアリーだもんな。手加減技がないのがきついな。自然の怒り。今のうちに10分復活させとくか。結局は麻痺か。半分超えたぐらいで。10君復活させて10君の影縫いでダメージ与えようかな。開始催眠術もいいかもな。夢食い夢食いぐらいで捕まえる。23、あーダメだ。半分いった。多分もう殺しちゃうからな。10分復活だな。元気のかけら。元気があれば何でもできる。もうやめて。何このヒットポイント。揺れなく揺れない濁流。まあもう一回だな。さあ来い。揺れもしない自然の怒り。もうやだーこいつ。さらば電磁。おいおい。ああダメ。そろそろタイマーボールの出番かな。はいはい死亡。何あのヒットポイント。勘弁してほしいんですけど。10君ハゲ縫いで刻むかな。ほらよっと、まあいい刻みで、もう一回峰打ちでまたボールかな。そろそろダイマーボールの時間だな。命中率下げるのはやめて。じゃあ自然の怒りか、半分半分。もう一回峰打ちだな。よし、10分よけろ。チャンス、今から 2,3 回がチャンス。タイマーボール、タイマーボールの時間がやってきた。あった、タイマーボール。揺れもしない。タイマーボール。1。10分泣きたい。もうハイドロポンプ終わった。ハイドロポンプ5発ぐらいしか打てないもんな。峰打ち。はい、一目と1。ダイバーボールをひたすら投げるだけの簡単なお仕事。1、2、ああ。ほら、ボールじゃ。ひたすらボールを投げるんじゃ。揺れねえ。相手もう攻撃技なくなっちゃったんじゃねえの。1。ああ、10胸打ちだ。10分かわすね。このまま悪あがきになって自滅されるのもきついんだよな。ハイドロポンプ、さすがに死んだか。さあペリーが耐えきれなくなったらリセットかな。ヤトさんなんか即死だからね。アヤメフラシ、これ回復量増えるんじゃない？大丈夫？アクアリングの回復量増えたりしない？大丈夫？痛い。大丈夫か。刻み技がないんだよな。刻み技が、うわー全然ダメだこれ。きっつ。しかしこれでラスト。お前さえ捕まえれば。1、2、3、よし、ふう、よし、一発、あ、一発ん、一番初めにリーフブレードで抹殺した過去はなくそう。一発だぜ。ドグドグの牙、これ使えるやつだ。へへへへ。威力40、威力50、金縛りとか交えらねえから。はあ、ドクドクのギバじゃ。さあ、カップレヒレ揃った。カップシリーズコンプリート。ビングー。同じページのポケモンが全部埋まったろ。1.3 メートル 21.2 キロ、水を操るポニーの守り神、汚れを払う清らかな水を生み出すと伝えられている。はーい、アローラーアローラー。刺さりそうだよねこれ。オーロラエクスキューション。カピレヒレ。レッヒー、レッヒー、ソラオ。はあ、よかった。強さチェック。特防型だと思うな俺。ほら絶対そうだと思ったよ。そんな感じするもん。水イコールヒットポイントと特殊防御が高いっていうイメージがちょっとね。水フェアリーやばかった。 PP もだいぶなくなってきてる。ハイドロポンプ、アクアリング、濁流、自然の怒り。そしてミストメーカー。ミストフィールドを張り巡らせる。水のフィールドだね。性格、生意気な性格。まあ厳選しないからいいです。ボックスいっとけ。よーしコンプリートー。はあ、やったぜ。これで回復して一応祭壇もいっとくか。ここまで来たんだし。こういう時に限ってグソクムシが復活特にしていない。よし、で回復回復。おっぱいちょうだい。ミルリュウ。ああ。まあね、せっかくここまで全部回ってきてるんだからね。ここもいっときましょうかと。